敵史強氏は中国人民解放軍空軍の将校で中国国家公転局の宇宙飛行士。2008年に新州7号で中国人として初めての宇宙遊泳を行った。敵は父春市流行圏の農民の家庭で生まれた。中国人民解放軍空軍の航空学校で学んだ後、戦闘機のパイロットになった。戦時間の飛行の後、大佐。 パイロットの教官となった。1996年、敵は宇宙飛行プログラムのテストに選ばれ、1998年に中国発の宇宙飛行士候補14人の中に残った。また彼は、新州5号の最終選考の3人に残ったが、結局、要年が選ばれ、敵は補欠、上海勝ちが2番目の補欠となった。さらに敵は、 新州6号の最終選考6人に残った。香港の新聞である大広報は敵と城が最終的に選ばれる見込みだと報じたが、実際には敵は五マサルと組むこととなり、結局、城海加と比春竜が乗組員に選ばれた。2008年9月17日、敵は竜のりあき、法報と共に新州7号の乗組員として選ばれ、 敵は船長となった。2008年9月25日21時10分、彼らの乗った宇宙船は中国3度目の有人宇宙飛行として打ち上げられた。2008年9月27日、敵は中国人として初めて完全に船外に出て宇宙遊泳を行った。敵は3000万元をかけて開発された国産の船外宇宙服。 起点を着て、18時25分に無事、宇宙遊泳のミッションを完了した。敵の趣味は、書道、ダンス、ガジェットである。彼は、超年市シと結婚していて、息子が一人いる。ありがとうございます。